クロス・オサムテンは、日本競輪選手会愛知支部に所属していた、元競輪選手。日本競輪学校ができる前に、競輪選手登録を受けた既然選手であった。ちなみに、名前である、オサムテンを音読みした形の終点と呼ばれることの方が多く、弟子たちの多くも、終点先生などと呼んでいる。もっとも、選手時代における実績は、ほとんどない。 しかし、その、クロスの名を何がなさしめたのかといえば、俗に、クロス道場と言われた、競輪選手の卵を育成する、指導者としてで、競輪界では、今も、なお有名な人物である。そして、競輪選手になりたいならば、クロスの門を叩け、とさえも言われる。18期生の河合正るをきっかけとして、競輪選手を目指す、若者の指導者となり、下記に挙げる通り、 多くの弟子を競輪選手として送り込み、また、特別競輪の優勝経験を持つ弟子たちも少なくない。妻は、テルシ、1933年から2012年。元女子競輪選手である。次男カズメを設けるも、競輪選手を目指した子供はいない。内弟子を多く育て、食事、洗濯、病気や怪我の看病のほとんどは、テルシが一人で世話をした。 2012年11月の葬儀での参列者の数が、内助の功を物語る、テルシ、行年80歳、合唱、ありがとうございます。